ヒラの仕様の新たなステップ、株式会社仕様、ガーカスダンスへの情熱と未来の可能性。読者の皆様、こんにちは。ヒラの仕様ファンの皆様にとって、今回の記事は特に興味深いものになるでしょう。元キングプリンスへのメンバーであり、今後の活動に注目が集まる平野仕様が、新たなステップを踏み出しました。 その一環として解説された個人事務所、株式会社仕様の実態に迫ってみましょう。おそらく多くの皆様がご存知の通り、平野仕様は今年7月7日、元金プリメンバーの神宮寺由太と共に、滝沢秀明が手掛ける新プロジェクト、飛べに合流することを発表しました。この発表以降、 ファンの期待が高まっていますが、そんな中、平野市様が過去に立ち上げていた株式会社仕様についての情報が浮上しています。突如として SNS 上で広まった株式会社仕様という言葉、その名前が示す通り、紫輝くん自身が関与している会社である可能性が浮上しています。 この会社の本店住所が、平野仕様の弟である陸くんのアパレル会社と同じであることから、その関連性は高いと言えるでしょう。週刊女性が今年6月に報じたように平野仕様が個人事務所を設立していたという事実も浮上しています。 さらには、噂によれば、この事務所の本店住所が、兄弟が通っていたダンススクール、ファンクキットの場所と一致しているとのこと。リク君がここでアシスタントとして働いていることや、紫輝くん自身もダンススクールを運営するのではないかという期待も広がっています。 実際に株式会社仕様の法人等規模を確認すると7月7日の戸辺への合流発表と同日に平野仕様自身が代表取締役として会社を設立したことが明らかになっています。さらには取締役には仕様君のお母さんも名を連ねており家族の結束が感じられます。 株式会社使用の目的には一般的な芸能事務所と同様の項目が含まれています。が特に注目されるのは、ダンススクールダンススタジオの運営及びダンスインストラクターの養成及び派遣という項目です。幼少期からダンスに取り組んできた平野潮のダンス実力は広く知られており、金プリのリハーサルでのアドバイスなどからも、彼の指導能力の高さが伺えます。 将来的にはダンススクールの運営を行う可能性も十分に考えられます。また、戸部が新人発掘のオーディションも行っていることから、潮君が新人たちにダンスのレッスンを行う可能性もあるかもしれません。結論、平野仕様の新たなステップが明らかになりつつあります。彼の個人事務所、 株式会社仕様の実態を追ってみましたが、その中にはダンスへの情熱と将来の可能性が詰まっているように思えます。仕様君のダンススキルを学ぶ機会や、新人たちへの指導が実現する日も近いかもしれません。今後の彼の活動にますます期待が高まりますね。挨拶、この記事をお読みいただき、ありがとうございました。 平野の仕様のこれからの活躍に私たちもワクワクしています。彼の新たなステップが音楽とダンスの世界に新たな輝きをもたらすことを願ってやみません。